チもう流行ったっけ。次は何をするんだっけ。メモね。ね、双子ちゃん、評判は十分、実力も十分。あ、二人とも国一番のアトリエになるための覚悟はできた。分かったわ。こうやって二人に試験内容を伝えるのもこれが最後なのね。いや、感傷に浸ってちゃダメだね。仕事は仕事。というわけで発表しましょう。 S ランク試験の課題は、え？これって何を作ってきてもいいってこと？ええ、そう。何を持ってきてもらっても構わないわ。それが最高の一品でありさえすればね。私が見たいのは、あなたたちの集大成。技術と魂のこもった最高の品を持ってきてちょうだい。私たちの集大成。わかりました。今まで学んできたことのすべてを、この課題で出し切ってみせます。よろしい。泣いても笑ってもこれが最後の試験。双子ちゃん、しっかりね。感情がすごいな。
大事に。どこ行く、どこ行く。これで。さて、行き先は。ほら、私たち国一番のアトリエになりたいわけですし、
国一番のアトリエの後はみんなのための錬金術師を目指してるわけですし、今のうちに少しでも錬金術上手くなっておかないと。錬金術を上手くなったところ、お母さんが消えちゃう前に見せて。すみません、せっかく遊びに来てくださったのに暗い感じになっちゃって。ほらゲームしましょう、ウィリスさんね。うん、望むところだよ。絶対に負けないからね、二人とも。はあ、楽しかった。いきなりお邪魔しちゃってごめんね。いえいえ、私たちも楽しかったです。ぜひまた来てくださいね。うん、あ、二人とも無理しちゃダメだよ。無理はしてないつもりだったんだけどね。でも他の人からはそう見えちゃうのかな。やっぱり嫌だもん、お母さんがいなくなっちゃうの。はあ、今日はもう休もうか。そうしよう。おやすみ、すーちゃん。作りたいんだ。時間もあんまり残されてないみたいだし、イルちゃんにも手伝ってもらいたくて。どう？任せてください。他でもないあの子たちのためですからね。ありがとう。じゃあまずはレシピの考案から。よろしくね。あって言った。今ソフィーさんあって言った。怪しい。こら、詮索しないの。ソフィーさんも大人なんだから、いろいろあるのよ。ふーん、気になるけど、まあいいや。してくれるよね。うん、君にはかなわないな。わかった、手伝うよ。未来の芽を摘む可能性は少しでも排除しておきたいし。さすが。それじゃよろしくね、アルト。アルトくんって呼んでませんでしたっけ？いや、二人ともせめてノックくらいはしようか。あ、ごめんなさい、扉がちょっと開いてたんで。
君は扉をちゃんと閉めようか。気づかなかった僕も僕だけど。ごめんなさい。で、アルトさんとソフィーさん、どんな関係なんですか？は？急に呼び捨てになるなんて。急接近ですか？急接近しちゃったんですね。すごい、少女漫画みたい。大人の匂いを感じます。今だ。おとぼけ姉妹が別の世界に行ってる間に逃げろ。うん、じゃああとはよろしくね。あはー、少し年の離れた男女の恋、みなぎる、みなぎるよ。地上のもつれで、それでも障害を乗り越えていく美しき愛の力。さて、どう収拾をつけたものか。この貸しは大きいぞ、ソフィー。さあ行こう。先生、例のあれなんですけど。なるほど、順調に進んでるみたいだね。プロフトはどう？私も今のところは調合を自分でできるようになったのが大きいですね。そっかこの調子でいけば。スーちゃんも。この調子でいけば。何なんですか？リディちゃん、スーちゃんも。どうも。それでこの調子でいけば。すごい大きなプニゼリーが作れるはず。そうだよ、アトリエより大きなプニゼリー。あー、楽しみだな。というのはもちろん冗談でして、このアトリエを拡張する計画を練っていたのですよ。各地を旅して材料を集めるにつれ、このアトリエも手狭になってきましたから。なんだ、もっと変なこと企んでるかと思ったのに。変なことなんて企まないよ。まったくスーちゃんたら。ありがとうプラフター、助かったよ。代わりといってはなんですが、今度本棚の整理を手伝うように。いいですね。はーい。どこに行こうかな。はぁ、最近思うんだけどさ、ソフィーさん絶対なんか企んでるよね。うん、絶対。悪いことじゃないと思うんだけど、気になるよね。そうだね。こうなったら直接問い詰めて。ちょっと、ソフィー先
昔からこういうのあんまり得意じゃなくて。ソフィーさん、フィリスさんも、どうして？二人が言ってた通り、私たちちょっとした企みをしてたわけでして。うん、ある程度目処が立ったから二人に伝えに来たの。その前に二人の正直な気持ちが知りたいんだ。それによってはこれはお蔵入りにするから。ねえ、二人とも、オネットさんと別れるの嫌なんだよね。二人の本当の気持ちを教えて。私たちが知りたいのはそこだから。そんなの当たり前じゃないですか。嫌ですよ。嫌に決まってます。お母さんがいなくなっちゃうなんて悲しいもん。そうだよね。辛いことを聞いちゃってごめんね、二人とも。私もプラフタと会うまでは一人ぼっちだったから、家族とお別れするのが辛いのはよく知ってるんだ。しかも二人はお母さんと再会できたばっかり。それなのにまた会えなくなっちゃうなんて。そんなの残酷すぎるよ。でもどうしようもないんです。お母さんが消えちゃうのはもうどうしようもない。だったらせめて少しでも立派な姿を見せようって。私たちそのために錬金術を頑張ろうって。そうだったんだ。偉かったね、二人とも。じゃあさ、もう一頑張りしてみない？え？錬金術って夢みたいな力だって思ったことはない？私ずっと外に出られないって思ってたけど、錬金術のおかげで今もこうして旅ができてる。錬金術は不可能を可能にする夢みたいな力。私はそう信じてる。それに錬金術は人を幸せにできるもの。だから私たちは二人のことも幸せにしたい。そう思ってこれを作ってきたの。これはレシピですか？弱いのパステル。これはね、オネットさんの存在をこの世界に固く結びつけるための道具なんだ。この道具を使えばオネットさんは消えずに済むはず。まあ作るのはすごく難しいんだけど。どう？この道具試してみる気はない？材料も作るのとっ
っても難しいからね。今プラフタとアルト君、それにイルちゃんに材料になる道具のレシピを作ってもらってるんだ。私とソフィー先生もレシピは考えてるんだけど、だから先に3人に話を聞きに行ってもらえるかな。この作戦絶対に成功させようね。おー、あの二人本当にすごいな。私たちの気持ちを分かってくれて。うん、レシピまで作ってくれるなんて、私たちもいつかあの二人みたいになれるのかな。分かんないけど、少しでも近づけるように頑張らなくちゃ。そのためにも今やるべきなのは祝いのパステルを作ることだよね。よっしゃー、やってやるぞ。ほら、スーちゃん、本はしっかり読まないとダメだよ。お待ちしていましたよ。レシピならすでに完成しています。さすがブラフタさん、仕事が早い。うわ、文字がピッチリ書いてある。それはそうです。あなたたちが作ろうとしているのは常識の域をはるかに超えるもの。通常の錬金術師であれば足を踏み入れることすらかなわない神の領域ですが、きっと今のあなたたちになら作れるはず。そうですね、確かになんとか作れると思います。え、錬金術は人を幸せにできるもの。その思いは500年前からみじんも揺らぎません。あなた方への感謝と祝福を込めて作り出したそのレシピ、それがあなたたちを幸せへと導く鍵になると私は信じています。どうぞお持ちください。ありがとうございます。プラフタさんの気持ち受け取りました。完成したら私に見せに来てください。期待していますよ、二人とも。さて、行き先は程度いいところに。君たちが求めているのはこれだろ。
ルトさんって字汚かったんだ。でもまあなんとか読めそうじゃない。なんとか。悪かったな。字が汚いのは昔からだ。まあいろいろあったが、僕なりに君たちには感謝してるんだ。君たちのおかげで過去の自分とも決別できたし、友との絆も取り戻せた。そのレシピには君たちへのお礼を精一杯込めたつもりだよ。アルトさん、人生には必ずいくつもの障害が訪れる。だが僕の経験上、その障害は必ず乗り越えられるはずのものなんだ。大事なのはとにかくやってみること。自分の目標を見据えて前に進み続けること。君たちにならそれができると信じてる。そうだろう？もちろんです。道具ができたら僕に見せに来るといい。ちゃんとできているか確認しようじゃないか。さあ行け。君たちの力、改めて僕に見せてみろ。どこ行く、どこ行く？師匠、祝いのパステルのことなんですけど。ほん。師匠？困ってることがあるならどうして私に相談しないの？私はあなたたちの師匠でしょ。そんなあなたたちにはレシピ教えてあげないんだから。ごめんなさい師匠。その私たち諦めちゃってたから。冗談よ冗談。まあ相談して欲しかったのは本音だけど、あなたたちが悩んでたのは知ってたし、言いづらかったのももちろんわかる。だから責めるつもりはないわ。その代わりこの道具絶対に作り上げてみせなさい。これが師匠が作ったレシピ。ごくり、すごく難しそう。ええ、とっても難しいわよ。どうする？それ、私が作ってあげてもいいのよ。いえ、やらせてください。私たちがやらないと意味がないと思うから。それでよし。それでこそ私の弟子だわ。さあちゃちゃっと調合してきちゃいなさい。終わったら私に見せに来ること。ちゃんとできてるかどうか確認してあげるから、気合い入れてバシッとやり遂げなさいよね。どこ行く、どこ行く？
ここしかない。どうも。よし、どのか。わーい、出来上がり。ちょっと待って、どれを使って。まだまだ、あとちょっと。さあ、きれい。よし、特性はなかなか上手にできました。これなら問題ありません。本当に上達しましたね。プラフタさんに褒められたら私たちも一人前の仲間入りかな。いや、もっとすごいんじゃない。二人合わせて三人前くらい。はあ、あまりに変なことを言うので褒める気も失せてしまいました。ほら、行きなさい。あなたたちにはまだやるべきことがあるでしょ。うー、そうでした。すみません、はしゃいじゃって。私が認めた三人前のあなたたちならきっと最後までやり遂げることができるはず。頑張ってください。応援していますよ、リリー、ツール。昔のソフィーやフィリスを思い出します。あの二人であればきっと。どこに行こうかな。師匠、作ってきました。ご確認お願いします。お疲れ様。うん、バッチリやるようになったじゃない。あなた、超一流の錬金術師が作ったレシピを超一流の弟子たちが完成させたんだもの。この道具だって超一流の品に決まってるわ。私の弟子が不幸になるなんて、そんなの絶対に許さないんだからね。はい、見ててください。絶対に幸せになってみせますので。師匠、ありがとうございました。それではまた。しっかりね。あなたたちは私の自慢の弟子なんだから。お出かけ、お出かけ。
生活費が減ってるような。まさか、そんなはず。本当に減ってる。犯人は決まりきってるよね。お父さん、ギグ、あ、店で高級絵筆が割引されてたから。浪費癖直してよ。うん、私もさすがに怒った。お父さんのこと樽に詰めて。怖い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 。どうしたらいいかな。このままじゃ食費が足りなくなっちゃう。アトリエ資金を崩すわけにもいかないし、仕方ない。また渋うにスープでお腹を満たすしか。やだー、あれ全然美味しくないもん。でもお金がほとんどかからないから。我慢して、スーちゃん。お父さんね。よし、決めた。私お金貯める。お父さんが浪費してもへっちゃらなくらいお金を貯めて、いつか大金持ちになってやる。大金持ち。毎日お腹いっぱいご飯を食べて。リディはもっと夢を見ようよ。お城みたいな豪邸に住んで、まあとにかくコツコツお金を貯めていこう。次は何するんだっけ。
ーちゃんに言われた通り海に来てみたけど、ここで何がある？スーちゃん、ですね、リディお姉様、古来よりストレスを発散させる方法の一つに叫ぶというものがございまして、私めが考えましたのは、つまり海に叫んでイライラ解消大作戦です。なるほど、そういうことか。確かに効果はありそうかも。でしょ、そうでしょ。 だからほら、今すぐ叫んでいつものリディに戻って。うん、わかった。お父さんのダメ親父、相当溜まってたんだな。青春のバカ野郎。なんでしょうか、リリーお姉様。白と黒、秩序。ハハハハ！
私の旅は邪魔させないよ。いざ、ご開帳。さてさて、この材料で全力。これなら簡単だね。相手してやるよ。やるよ。
眠れ。こんなもんだろう。ああ、怖かった。ひ、ふ、み、くじ、だいぶお金貯まってきたかも。うん、やればできるものだね。いやいや、これくらいで満足しちゃダメだよ。目指すはもっと上。そうだよね。お金がない暮らしに慣れてちゃダメなんだよね。もっとお金を貯めるにはどうすればいいんだろう。節約するだけじゃ、そうだね。お金持ちになる方法、儲ける方法。あたしたちの写し絵でも売ってみればいいんじゃない。写し絵？ダメだよそんなの。そんなことないって。リリーだってもっと堂々とすれば。ダメ。とにかく反対。ちぇ、わかりましたよっと。しばらくは地道に貯めるしかないかな。どこ行く、どこ行く。私にもスーちゃんみたいな妹がいたらな。いいですね。じゃあ今日は一日ソフィーさんの妹。お水重い。水はそのまま。キュアレがぶっ倒す。こんなもんだろう。ああ、怖かった。
重くないか？荷物持っておくのいいぜ。全力！相手してやるよ。今週の週間プランも最高だったな。ハルトさんも漫画読んでる。イメージと違いすぎる。調合で使えそうだね。どんなの作ろうかな。なんでだろう、心惹かれる。不思議な魅力がある材料だね。スーちゃんに爆弾じゃん。
けど。調合に一味てい。相手してやるよ。出ちゃうよね。これ以上のお金持ちになるには、何か参考になりそうなもの、この辺りでお金を持ってそうな人ってルーちゃん？そっか、ひらめいた。お店？一応うちもお店じゃない。もっと大型の本格的なお店だよ。今よりもお客さんが来ればたくさん儲かるし。なるほど。やっぱりお金持ちになるためには収入を増やさないといけない。悪くないと思う。でもそういうお店って勝手に開いていいのかな？ダメな気がする。ちょっとミレイユさんに聞いてみようか。それがいいね。こういうことはミレイユさんが一番詳しいだろうし。よし、じゃあお金持ちを目指して、いざミレイユさんのもと。おお、どこに行こうかな。あら、双子ちゃん、どうしたの？いつにも増して目が輝いてるみたいだけど。あのですね、私たちお金を稼ぐために今よりも大きなお店を持ちたいんです。そのために特別な許可がいるのかどうか、
あ、わかったから、ちょっと落ち着いて。そうね。結論から言うと、大型の店を開くためには、専用の許可証が必要よ。わあ、やっぱり。それって、試験とか必要なんですか？ううん、そんなことないわよ。営業許可証を買ってもらうだけでいいわ。買うってことは、またお金か。やっぱり世の中ってお金で回ってるんだな。お金を稼ぐのにもお金が必要。世間って厳しいんだね。なんか二人とも急にすれたわね。何があったのかしら。まあとにかく許可証はここで発行してるわよ。ですよ。たかだか許可証にそんな値段。利権、既得権益、二人が考えてる以上に大人の世界はいろいろあるのよ。というわけで、大型の店を開くには許可証が必要。許可証の値下げは一切認め、担当者を呼んでおくから、欲しかったら直接伝えてちょうだいね。はい。ここまで来て諦めるわけにはいかないよ。うん。絶対に大きなお店を開いて、お金を稼いで、天井まで届く、おっきな本棚。だからさ、リリーはもっと。大型店の。はい、だ。本当に買っちゃった。こんなものにあんな大金を。違うよリリー、これは未来への投資。そう、金の卵なんだよ。金の卵。そっか、そうだよね。確かに出費は痛かったけど、将来この何倍ものお金を稼げるんだよね。そうそうね、そう思えば悪いものじゃないでしょ。うん。じゃあこれお父さんに見せてあげようよ。お、いいねいいね。見てろよお父さん、思いっきりびっくりさせてやるんだから。これを見るがいい。おま、大型店の営業許可証じゃないか。あのやけに高くて。やっぱ高いって思われてたんだ。それどうしたんだ、まさか。そうだよお父さん、これからの時代は大型店だよ。大型店、大きなお店を開いてお客さんをたくさん呼んで、私たちは大金持ちになるって決めたんだ。そうか、お前たちが決めたことなら父さんは反対しないさ。これからもその許可証が安いと思えるくらい金がかかるだろうが、頑張るんだぞ。え？大型の店は開くのも維持するのも金がかかるからな。今のうちみたいな小さな店とは比較にならん。具体的には、まず第一にアトリエの拡張および改装費、あと商品棚も買い足さなきゃいけないな。店員を雇うから人件費も必要になるし、調合する回数も増えて消耗品代も大きく増える。それに加えて大型の店は税金も高いぞ。目玉が飛び出るくらいの額を請求される。まとめると、まず最初に数百万コール、維持費も毎月数十万コールはかかるんじゃないか。数百万。そんなにお金がかかるだなんて。へへー、世の中そんなに甘くないってことだ。金持ちになりたけりゃ地道に貯めるのが一番だな。元はといえば、お父さんがお金を使いすぎるのがいけないでしょ。おっと、退散退散。どう
ちゃん。当然諦めないよ。お金がかかるならそれ以上に儲ければいいだけだし。それにもう高い許可書を買っちゃったし。それもそうだよね。お金持ちになるのって。おでかけおでかけ。次の予定は、どこに行こうかな。爆弾ちゃん。
相手してやるよ。出しません。援護です。これなら、これ受けてみて。俺が代わりに。
はさせないよ。棚の配置はこんな感じで。そうちゃん、何考えてるの？将来のお店のレイアウト、今のうちから計画を練っておこうと思ってね。おお、いつも行き当たりばったりで無鉄砲のスーちゃんが。あっちの巣になりたい？うわあ、ごめんごめん。でもすごい熱心じゃない？やっぱり大金持ちになりたいから。それもあるけど、みんなのための錬金術師を目指すのに、お店たくさんお客さんが来るような素敵なお店を作って、今までよりもっと多くの人に私たちの道具を手に取ってもらえるかなって。おお、なるほど。道具が売れればそれだけいろんな人のところに行き渡るもんね。でしょでしょ。だからさ、やっぱり将来はお店を開きたいの。まあその時はリディも一緒だよ。可愛い双子のお店ってひょん。とっても素敵。じゃあそのためにもしっかり貯金しないとね。うん、わかってるって。贅沢はダメ、節約は大事、おやつは一日一回。スーちゃんとお店か。いつか本当にそんな日が来ればいいな。お出かけお出かけ。いいんじゃないか。きっと面白いことになるぞ。ちょっとお父さんまで。お母さんとの約束その1、やる前から無理って諦めない。いた、からかうな。燃えてきた。私燃えてきたよお父さん。これが創作の炎ってやつなんだね。リリーがすっかりやる気になってる。まあいいか。確かに不思議な絵を自分で作れたら面白そうだもんね。いや、でもリリーの絵は、とはいえ。どんなものを作ろう
かな。旧大典だろ。大変だったんですよ、あの字読み解くの。ごふん、それは諦めろと言っただろう。字だけはいくら練習しても上手くならなかったんだ。まあそれはともかく、これならきっと九段の道具の材料として十分なはず。あとは目標に向かってまっすぐ突き進むだけだ。せいぜい頑張ることだね。目標まで一直線。アルトさん、本当にありがとうございました。俺も随分丸くなったものだ。少し前の自分じゃ考えられなかったな。まあこういうのも悪くない。そうだろプラフタ。そうはなかったな。何やってるのお父さん。フィリスさんも随分楽しそうですけど。あ、二人とも。ロジェさんと一緒にレシピを考えてたんだ。噂には聞いていたが、フィリスさんはさすがだな。知識も発想力もズバ抜けてる。楽しい時間だった。いえいえ、こちらこそ。ロジェさんのアイデア、すっごい参考になりました。なんか友情が芽生えてるような。あ、フィリスさん、アトリエに来たってことは。そうそう、二人にこれを渡しに来たんだ。これがフィリスさんが作った祝いのパステルの材料のレシピですか。ううん、私のは材料じゃなくて釜だ。はあ、釜？釜って錬金釜ですか？うん、錬金釜にもいろいろあってね。というわけで、私が二人に渡すのは釜のレシピ。はあ、頑張りますけど、錬金釜で錬金釜を調合するんですか？そうだよ。どこかおかしいところある？おかしいところだらけな気がするけど、錬金術って気にしたら負けみたいなところあるし。わかりました。とりあえず作ってみることにします。うん、錬金術は絶対夢を叶えてくれるから。だから二人とも最後まで思いっきりね。ほら、スーちゃん、本はしっかり読まないとダメだよ。新しいレシピ試してみよう。どんなものを作ろうかな。どれを使おう
かな。はっ、いや、油断し、こうする。ここに、まだまだ、これここに入れてみよう。これ、どうも、どのと、なかなか上手にできました。本当に錬金釜で錬金釜を作っちゃった。無我夢中だったから気づかなかったけど、どうやってもこれ元の釜の中に入らないよね。私たち、どうやって調合を…いや、やめよう。考えても答えは出ないような気がするし。まあ、できたんだからよしとしようか。さてと、ピリスさんに釜を作ったこと伝えに行く。お、そうだね。ソフィーさんもレシピを作り終わってるかもしれないし。それにしてもやっぱりあの釜、どうやっても元の釜に入…あ、ほら、気にしちゃダメだってば。ほら、行くよ、リリさて、行き先は…どれくらい休憩しよう。暗い、陰気臭い、錬金術師、どうにかしてくれ。このレシピをもとに最後の材料を作るだけ。あ、ソフィーさん、レシピ完成したんですね。うん、遅くなってごめんね。なるべく珍しい材料を使わないようにしたら手間取っちゃった。ふむふむ、羅針盤？これ羅針盤のレシピなんですか？昔、プラフタの魂を人形に移したんだけど、平たく言うと存在の方向性を指針づける効果を祝いのパステルに付加することで。でまあ調合にはあんまり関係ないか。とにかくこの羅針盤が祝いのパステルの要なの。得意、この道具が要。あ、ダメだよ、最初から失敗することなんて考えちゃう。そうそう、百戦錬磨の二人にならきっとできるよ。はい。あ、でもできたら一応確認してもらってもいいですか？構わないよ。それじゃ応援してるからね。きなむくままに。なるほど、こうなるんだ。ちゃんと分かってよかったよ。こんな動画作れるかも。何作ろう、どれ
こまではと、なかなか上手にできました。次の予定は、さて行き先は、ソフィーさん、リンナの羅針盤作ってきました。さすがリディちゃんとスーちゃん、思ってたより早かったね。よし、これなら友愛のパステルの要としてしっかり働いてくれるはず。やったー、ソフィーさんのお墨付きなら安心ですね。うん、じゃあついに、そう、作戦も最終段階、あとは友愛のパステルを調合するだけだよ。友愛のパステルさえあればお母さんも。おや、お母さんのためにも絶対成功させてみせるんだから。二人は今までたくさん努力してきた。何があってもくじけずまっすぐに。きっとそんな二人のことを錬金術の神様も見ててくれるはず。二人とも、パステルの調合、頑張ってね。はい。目的地は気の向くままに。何作ろう、どれ作ろう。何もし
い、スキアリあたしたちの勝ちだね。全力、これなら簡単だね。調合開始。何がいいかな。材料あった。どれくらい使おう。そう簡単じゃないのかな。ネージの絵の具は使ってるんだよね。うん、どうしてダメなんだろう。そこんとこどうなんですか、経験者の人。そうだな、描きたい世界はちゃんとイメージしてるか。それは多分平気でしょ。リディの絵ってリディの世界を全開にぶちまけてる感じだし。ああ、それもそうか。ちょっと、ぶちまけてるって何？お父さんもなんで納得してるの？じゃあ、あとは思考回数の問題だな。数をこなせばそのうちできる日も来るさ、多分。本当に？運がいいリディならもうできてそうな気がするけどな。いやいや、不思議な絵を侮るなよ。あまたの画家が完成を夢見ながら無念のうちに死んでいったんだぞ。不思議な絵ができるのは奇跡の中の奇跡。俺もとんでもなく運が良かったと自覚してるくらいだ。いくらリディの幸運だってそう簡単に作れたら苦労しないさ。そうだよね。早く私の絵の中行ってみたいのに。なんとかできないかな。あ、ネージュに聞いてみるのはどう？ネージュってネージュシャントルイユか。いやいや、もうとっくの塔に個人だろう。それがね、ネージはお母さんと同じように今も絵の中で暮らしてるんだよ。マジか。さすがは不思議な絵の階層、とんでもないな。だがそれが本当なら聞きに行くのはありだな。そうだね。じゃあ早く行こう。リリーがここまで熱くなるのは珍しいな。私もできる限り応援してあげなくっちゃね。どこ行く？しっかし広いよね、ここはさ。うちが何個入っちゃうんだろう。お、リリーちゃん、髪の毛が跳ねちゃってるよ。寝癖がとんでもないですよ。スーちゃんを見てると昔のイルちゃんを思い出すな。
嬉しいけど、どの辺がですか？身長のことじゃないですよね。違うのよ。不思議な絵の具を使って生み出したい世界を想像しながら描く。ただそれだけ。正しい手順を踏めばそんなに苦労することでもないでしょ。さすがネイジュちゃん、私なんて何回やってもダメなのに。何回やっても？ちょっと待って、どんな不思議な絵の具を使ってるの？え、これだけど。誰よ、こんな出来損ない豪勢に伝えたの。あ、出来損ない。うん、だってこれ構想段階のものだもの。新しく絵を描くならもっといい絵の具を使わなきゃ。ええー、まさかすぎる。逆にそんな絵の具で不思議な絵を作った人たちはよっぽどすごかったんだね。まあそうね、かなりの努力家というか。まあいいわ、もし本当に不思議な絵を作りたいなら。え、ネイジュ、絵の具のレシピ教えてくれないの？うん、あえて教えない。レシピから考えた方が不思議な絵も遠近術。つまり大切なのは思いの力。そうしたら多分あなたの持つ色を思うがまま白い世界に広げていけるはず。なるほど、ありがとうネイジュちゃん。絵の具の改良試してみるね。絵が完成したらネイジュちゃんも私の世界に招待するから。ふっ、待っててね。うん。絵の具の改良、思いを絵の具に乗せること。難しく考えなくていいんじゃないかな。描きたい絵、私はみんなが楽しくなるような絵を描き、楽しい世界を作れたらきっとみんな喜んでくれると思うから。素敵じゃない。そんな絵私も描いてみたいな。じゃあその思いを大事にして新しいレシピ考えてみよう。うん、よし、これなら大丈夫な。うん、なんてったって私たちの合作だからね。そうだよね、調合の時もこの思い。よし、これならいけそう。こんな動画作れるかも。
材料はその新しい絵の具か。そんなに変わらないような。見た目で判断しちゃダメだよ。うん、そうなの。これがあれば。じゃあリディが履く早速最初の一枚目を。うむ、任せるがよい。よし、キャンバスとイーゼルを。ああ、ちょっと待った。その絵の具を使うのは一旦ストップ。え？なんで？せっかく不思議な絵を描けそうなのに。ああ、言いづらいんだが、描けると逆にまずい。描けるとまずい？それってどういうこと？昔、とても個性的な腕の画家が、その絵の中に広がってたのは、その、なんだ、錬金釜の中身をひっくり返したような乱雑な世界でな。その絵に入ったやつは危ない目に遭いまくったと。おお、つまりリリーの絵が下手っぴだから本当に不思議な絵が出来上がっちゃうと困る。未熟な画家が不思議な絵を作ると本当に困る。お前たちが天界の花園に行きたがるのを止めたのも万が一が怖かったっていう。そっか、お父さんでも不安に思ってたなら。リリー、まあ寄ってたかって人の絵を下手っぴってやめないもん。怒ったもん。私絵の練習始めるもん。たくさん練習してスーちゃんよりもお父さんよりも絶対に上手くなってやるんだもん。それでいつか絶対みんなが楽しめるような不思議な絵を描くんだもん。ああ、拗ねちゃった。お父さんが下手っぴなんて言うから。いや、俺は下手とは言ってないぞ。ただまあ、不思議な絵を描くなら。そうなんだ。私も本格的に絵の練習始めようかな。いいんじゃないか。お前たちにはあの絵の具があることだし、将来は不思議な画家姉妹として名を馳せたりなんてな。不思議な画家姉妹か。次は何するんだっけ。
何をするんだっけ。次は何をするんだっけ。メモメモ。さあ行こう。どこに行こうかな。ありがとう。確かに受け取ったわ。本当にこれでいい？じゃあ評価を発表するわよ。お見事、素晴らしいわ。
文句のつけようがないわね。お見事、二人の作り上げた最高の一品、しっかり受け取ったわ。おめでとう双子ちゃん、これであなたたちは無事 S ランクに昇級よ。しかもこの国初めてのね。初めての S ランク。じゃあ、意味がわからないことになってる。よかったわね、タグちゃん。ずっと二人のことを見てきたから。ほらほら、いつまでもこんなところにいないで、早く国一番のアトリエになったこと、伝えたい人がいるんでしょ？あ、そうでした。それでは失礼しますね、ミレイユさん。お父さん、ただいま。帰ったよ。おかえり、二人とも。その顔、何も言わなくてもわかる。おめでとう。よく頑張ったな。お前たちは本当に俺の誇りだよ。しかし、思ってたよりずっと早かったな。俺なんて何もできなかった。ううん、そんなことないよ。そりゃあ昔はぐうたらでダメダメだったけど、最近は依頼をこなしたり調合を手伝ったりしてくれてたじゃない。そうそう、お父さんが手伝ってくれなかったらきっとまだ S ランクには慣れてないもん。家族みんなの力を合わせたから国一番のアトリエになれたんだよね。そう言ってもらえるとありがたいな。それじゃそろそろ行くか。うん、行こう。お母さんに報告に。お母さん、いらっしゃい。よく来たわね。今日はね、お母さんに重大発表があるのです。お母さんきっと喜ぶよ。あら、どんなことかしら。あのね、私たち S ランクの試験に合格したの。私たちお母さんと約束した国一番のアトリエになれたんだよ。わあ、すごいわ、二人とも。私との約束を守ってくれてとっても嬉しい。よく頑張ったわね、リリー、スール。そりゃそうだよ。だって大好きなお母さんとの約束だもん。そうだよ、私たち約束を守らない悪い子にはなりたくないからね。うんうん、二人ともいい子いい子。やっぱり二人は私の自慢の宝物だわ。でもまだまだこれで終わりじゃないわよね。二人とも私と新しい約束をしたんだもの。次の目標はみんなのための錬金術師になること。そうでしょ？うん。それでね、お母さん、お母
との約束を守るために私たち相談して決めたことがあるんだ。まあ素敵。どんなことか。ね。私たちね。
ありふらりと外に出かけたと思ったら帰ってくるなり二人のことを言い出して、本当にパメラは不思議な人です。おめでとうございます二人とも、自分たちの夢を叶えるとは。ありがとうございます。シスターに褒められるのとっても嬉しいです。ねえねえグレイスさん、私のお店で二人の記念お札を売って。記念お札？二人の絵を描いたお札よ。あなたたちの破竹の勢いにあやかろうかと思って。ああ、そんなもの、さすがに教会で売っちゃ。そうですね。数量限定であれば。いいんだ。おめでたいことですしね。きっと神もお許しになること。さすがグレイスさんだわ。二人とも本当に頑張ったわね。ええ、これからのあなた方の人生にも。どこに行こうかな。に昇級したのでしょ。最後まで言わずとも分かりますよ。うん、二人なら絶対合格すると思ってたしね。ありがとうございます。今までいろいろお世話になりました。なんだかお別れみたいな挨拶だね。上がったんだって思ったら、なんかやり遂げた気持ちになる。まあ今はそれでもいいでしょう。 S ランクへの昇級はただの通過点に過ぎない。プラフタの言う通り、二人にはもっともっとすごい錬金術師になってもらわなきゃいけないからね。これに満足せず、さらに研鑽を積んでいくように。いい。はい。いつか二人をびっくりさせるようなとんでもない錬金術師になってみせますから。楽しみにしてるね、リディちゃん、スーちゃん。どこ行く、どこ行く。あ、いらっしゃい二人とも。その嬉しそうな顔は。はい。私たち S ランクに昇級したんです。まあすごいじゃない、おめでとう二人とも。うん、さすが二人だよ。そうだ、今度みんなでお祝いのパーティーをしよう。え、パーティーですか。うわー、面白そう。あ、リアネ、お料理はお肉たっ
お祝いだものね。たくさん獲物を飼っておかないと。ぜひぜひお願いします。今から楽しみになってきちゃった。あ、それじゃあ今日は失礼しますね。パーティー楽しみにしてます。なんだかお姉ちゃん、試験に受かった時のフィリスちゃんを思い出しちゃった。嬉しい気持ちと、やり遂げたっていう誇りと、ミラ。私もあんな顔してたんだ。だったら、悪くないかも。ええ、あの顔はいつ見てもいいものね。国一番のアトリエ、夢を叶えられてよかったね、二人とも。どこに行こうかな。あ、リリーさん、スーさん、ずいぶんと嬉しそうですね。バレちゃいました。そうです、そうなんです。実は特上のミルクを仕入れられたとか。違った。もうコルネリアさんたら、ランク制度、ランク制度です。私たち S ランクのアトリエになったんですよ。 S ランク、S ランクといえば前人未到として知られるランクだったはず。二人とも、とってもすごいです。本当におめでとうございます。うん、これだけめでたい時に何もしないというのは商売人の名折れ。あ、思いつきました。当店は本日限り S ランクおめでとうセールをするです。 S ランクおめでとうセール？はい、全品お値段 80% オフで商品を提供です。さあ、好きなだけ買っていってください。私も赤字覚悟です。さすがに悪いし、お気持ちだけもらっておきますね、スーちゃん。どれを買うかな。スーちゃん、え、あ、うん、冗談だって。気持ちだけ、気持ちだけで十分です。はい、そうですか。ではまたいつでもいらしてください。割引できなかった分、今度何かしらおまけをつけますので。楽しみにしてます。それではコルネリアさん、また。さあ行こう。ハゲルさん、聞いてください。私たち国一番のアトリエになったんですよ。本当か。二人とも昔から言ってたもんな、国一番のアトリエになりてえって。いやー、めでてえ。くー、負けてきやがった。よかったな、ハゲルさん。決めた。俺、ジョーちゃんたちの像を作る。もっといろんなやつに二人のことを知ってもらおうぜ。はあ、そうですか。ああ、庭のインテリアにちょうど。
部屋のワンポイントとして飾れるミディアムサイズ、それに持ち運びに便利なスモールサイズ、サイズは3つもありゃ十分。提案なんですけど、私たちのサインをつけるってのはどうですか？おお、いい考えじゃねえか。創作熱がメラメラ燃えてきやがったぜ。明日から制作に取り掛かるからな、二人とも楽しみにしててくれよ。はい。これで宣伝効果もバッチリ。なんだか大変なことになったような。私たちの像なんて本当に売れるのかな。ついにやった？調合に失敗してアトリエを更地にでもしたのか？そんなわけないでしょ。アトリエランクです。アトリエランク。私たちついに S ランクに上がったんです。国一番の。へえ。すごい無関心。もうちょっと興味を持ってくれたって。いや、どうせ君たちが S ランクになるのは時間の問題だと思ってたし、取り立てて驚くようなことじゃないと思ってね。それともなんだい、口では国一番のアトリエだのなんだの言って、心の中では全く自信がなかったとか？いや、そんなことはない。ならいいだろう。君たちの昇級は当然の結果。すごく遠回しに褒められてるのかな。わかんないけど、なんかモヤモヤする。わかったわかった。じゃあ一言だけ、おめでとう二人とも。これでいいか？やれやれ、想像しい双子だ。しかし分かっていたこととはいえ、本当に素晴らしい成長だね。果たしてどこまで伸びるのか。将来が楽しみで仕方ないよ。ニコニコだね。何かいいことでもあったのか？はい、私たち国一番のアトリエになったんです。へえ。ってことは S ランクに上がったんだ。うん、その年でここまで上り詰めるとは。昔のソフィーを思い出すな。私はフィリスちゃんを思い出しちゃった。二人とも今やすごい錬金術師だからね。きっとリリーちゃんとスーちゃんもあの子たちくらいすごい錬金術師になれるよ。そうですね、目標は高く。できるさ、君たちになら。さて、ドロッセル。わかってるよお父さん。今から祝福の人形劇だよね。ああ、もちろんお題は取らないぞ。二人とも見ていくだろ。うわー、いいんですか？ぜひお願いします。うん、では開演といくか。あいよ、国一番の錬金術師たちに送る人形劇。
ました。 S ランクに昇級してちゃんと国一番のアトリエになれたんですよ。そう、そうなの。よかった、よかったわね。あれ、イル師匠、もしかして泣いて。うるさいわね。目にゴミが入っただけよ。やっと取れた。偉かったわね、あなたたち。しっかり努力して、ちゃんと夢を叶えた。師匠。これも師匠のおかげです。ありがとうございました。本当に大変だったわ。あなたたちを教えるのは、結構骨が折れたもの。でも、とっても楽しかった。私からも、ありがとう。師匠。あ、でも忘れちゃダメよ。いつまで経っても、あなたたちは私の弟子。サボったり、道を踏み外したりしたら。わかってますって。師匠に制裁されたら、消し済みになっちゃいますもん。今度また、いろいろ聞きに来ますね。それでは。なんだか、自分のことのように嬉しい。お父様、師匠になるって、いいものね。さて、行き先は。ミレイユさん。あら？戻ってくるなんて、何か忘れ物でもしたのかしら。はい。とっても大事なこと、忘れちゃいました。私たち、ミレイユさんにお礼言ってなかったなって。ここまで来られたのはミレイユさんのおかげだから、お礼を言うために戻ってきたんです。え、そのためにわざわざ。はい、ミレイユさん、ここまで私たちのことを見守ってくれて、私たちのことを導いてくれて。ちょっとやめてよ。仕事の時は泣かないって決めてたの。ディディちゃん、スーちゃん、今まで本当によく頑張ったわね。まさかここまでになるなんてね。そうなんですか。ちょっぴり複雑。あら、いいじゃない。あなたたちは期待以上の成長をしたってことよ。これからもずっとまっすぐな二人でいてね。目的地は気の向くままに。あ、マティアスさん、実は重大発表があってですね。私たち国一番のアトリエになったの、偉いでしょう。だろ。あ、こら、私の真似しないでよね。なんだかんだで付き合いが長いからな、言いたいことぐらいすぐわかるって。しっかし、あのヘナチョコ双子が国一番になれたわな、世の中な。マティアス、先見の明がないんじゃないの。私たち最初から言ってましたよ。ま、それは確かに。言葉通りやり遂げたのは素直に偉いと思うぜ。よっ、国一番のアトリエ姉妹、これからも錬金術でこの国を。どこ行く、どこ行く。S ランクに昇級したんでしょ。おめでとうございます。あれ、
ルーちゃんは素直だ。絶対に認めません。私は二人と違って大人ですので、そんな短絡的な思考はしていないのです。確かに S ランクへの昇級では遅れを取りましたが、私もすぐに S ランクに上がってあなたたちのアトリエに勝負を挑んでやります。今はせいぜい一時の栄光に喜んでおくことですね。どこが大人なのやら。ルーシャ、その勝負絶対に負けないからね。うん、ルーちゃんなんてコテンパンにしちゃうんだから。それは私のセリフです。その時まで国一番のアトリエの座は預けておきますので、せいぜい頑張ることですね。さあ行こう。